かけていきましょう。はい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 。ささ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 、とことんとこいどと、アシスタントのくちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は1月の26日水曜日の朝になりますよ。今日の作業は春まで待てないバラの金婚金ということでね、今日は春まで待てません。この金婚金のこの威力ねえ、先日からね、とこさんこの金婚金でね植え替えしておりますけども、まだまだ寒い1月、ちょっと春まで待ってられないということで、室内の植物育成ライトを使って、そしてこちらのねパパメア植え替えて室内で育てていこうと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では早速ねこのね4点セットを使って植え替えていこうと思いますよ。この早落ち葉とねこの木の棒、はい、カレーだがね入った土の袋にね植え付けていきますよ。どう抜けない、あるあるですね、ロザリアンあるあるですね。全く抜きがしない。よいしょ、やっと抜けました。いやしっかりね下の方まで根が回ってましたのでね、全く抜けませんでしたけれども、はい、そしてカミキリムシ防止ワイヤーですね、外していきましょう。カミキリムシ産卵防止ワイヤー、はい、じゃあちょっとね根っこの方ね下の方整理していきましょうか。ちょっとこれね鉢底石巻き込んでますのでね、下の方をちょっと整理して、はい、植え付けていきましょう。そしてこちらにねちょっとくんた混ぜていきましょう。よし、ちょっとね土が足りなそうなので使い古しの土足していきますよ。肥料分の入った土はね良くないんで、金婚菌がね活動してくれないんで、使い古しの土足してやっていきます。うわ、なんだこれ、めっちゃ鉢底石入っとるし、結構鉢底石入ってましたね。はい、よしよしよし。使い古しの土。そしてこのバラの金婚金かけていきますよ。たっぷり根に3倍。かけていきましょう。はい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 。ささ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 ね。はい、この植え替える土の上でねかけとけばこぼれてももったいなくないですからね。よし、
ぷりとねかけておきましたよ。はい、金ちゃん頑張れ。よし、さあ、そしてこちらですね。このカレー派カレーだ。こうしてね、土の袋に集めて、下の方はね、この枝がたっぷり入っておりますよ。そして枯れ葉こう集めてね、こうキュッと袋を閉じて2ヶ月ぐらい寝かしておきましたけども、はい、ここにね植え付けていきます。よいしょ。ちょっと枝が長すぎて出てます。カットしとこうか。よいしょ。ちょっと枝が長すぎたんでね、折っておきましたよ。ブスブスっとね。よーし、よーし、よし、下がつけていきますよ。よいしょ。よし、よし。金根菌は空気が大好きなんで、土の袋バッチリだと思うんですよね、とこさん。すごい相性がいいと思うんです。とにかく、金根菌とね、窒素固定細菌がね、しっかりとタッグを組んでこのバラを育ててくれるんではないかと期待しておりますよ。よし、そしてね、細い枝がプチッとね出てますけども、よいしょ、よーし、綺麗です。よしと、そして水をたっぷり与えて室内に持ち込みます。はい、下の方からジャーッと水が出ております。土の袋なんで、あらゆるところから水がポタポタと滴りますけど、はい、これで室内にセッティングしていきましょう。はい、室内にやってきましたよ。こちら熊の実ちゃんたちのね、水槽、海水魚水槽の隣、こちらになります。はい、海水魚水槽の隣、こんな感じで場所確保しておきました。結構バラが育っても大丈夫なようにスペースを空けてありますよ。そしてこの上に植物育成ライトがあります。はい、ここでね、この金根菌でバラが一足先に
春を迎えて開花してくれると嬉しいと思うのですけども、いかがでしょうか。またね、随時皆さんにお知らせしていきますので、よろしくお願いします。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。バラの金婚キーンとね、室内の植物育成ライトでね、バラが春を待たずしてわっさわさとで育ってくれたら嬉しいと思うのですが、いかがでしょうか。また結果の方ね、お知らせしていきますので、よろしくお願いいたします。ではでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとね、また見てね。